日常で2人の落ち着いた空気感みたいな会話はなかなか遭遇できなくて、まあ、もっと普段はバタバタしてて、で聞き終わると自分もその心地よいリズムになっているのがすごく良いと。でちょっと優しい気持ちになれてるような気がする。あとはその聞きながら作業してるんだけれども、会話に余白があって、まあ、気になるテーマなんかは自分も参加して余白を埋めたくなるところが良いなと思ってますと。その一般的なラジオだと時間や CM があって、まあ、忙しいんだけれども、まあ、そうではないからそれがいいと。で、2人目は会話のプロではないのに問題なく聞いてられると。あとその1.5倍速とか2倍で聞くという友人がいる話をしていたけれども、私はそれだと良い空気感が感じられないのでやめました。クラシック音楽を2倍で聞くのは意味がないのと同じかなと。まあ、ゆっくりだけれどもダラダラしてる感じもないですと。で、最近の世の中のエンタメっていうのはよりよ短くスナック菓子的に見やすい聞きやすいものが増えていると感じて、まあ、瞬間的に面白いみたいなもので溢れている感じなんだけれども、まあ、その逆がいいんじゃないかと。で、まあ、内容もそうなんですけれども、このスタイル自体にいろいろ考えさせられたポッドキャストでしたというご意見をいただきました。ありがありがとうごとうざいございまます。す。はい。どうですか？落ちそ着いの、た？はい、どうぞ。スナック菓子的なっていうのが、まさに YouTube のトレンドとかそうだなって思いましたね。結構むちゃくちゃ早いですよね、YouTube とか。前も話しましたけど、テンション高めにこう、短く濃くみたいな そうですね。いかのがに多い。目的の場所に早く到達するかっていうことでそうすよですね。ね。なんで、確かにそれとは真逆っていうか、また違ったタイプだなっていうのは確か思いましたね。そうですね。僕なんか最近やっぱそれがやっぱいいなって思うんですよね。それっていうのは。なんか目的にいかに早く効率的にたどり着くかみたいなのが、まあ良しとされていると思うんですよね、最近って。でもやっぱり、なんか、それはそれでいいんですけど、なんかもったいない感じを受けるんですよね。それで効率的に何でもこう最短でみたいなよりかは、まあ行ってなんかこう回り道するみたいなのが、まあ大事なんちゃうかなと僕は思いますね、同じように。なるほど。なんか最近僕ノート書いたんですけど、42東京の自己紹介を書こうみたいなやつがあって、書いたんですよね。で、最近みんな書いてるんですけど、で、書いて思ったんですよ。なんかこのブログで伝えたいことは何だろうかとか、その分かりやすく書こうとか、ちゃんと構造化してもうすっきりすぐに伝わるように書こうとか思ったんですけど、なんか面白くないなって思ったんですよね、それはそれで。なんかこうプレゼンもそうですけど、まあ、やっぱり分かりやすいプレゼン、1スライド1メッセージでこうパン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 こういこうみたいなんてあると思うんですけど、まあ、それはそれでなんかこう面白いっちゃ面白いんですけど、なんかちゃうなって思ったんですよね。なんかこう、なんて言ったらいいのか分かんないですけど、その自分が伝えたいと思うことを分かりやすく100%受け取ってもらう。まあ要は僕が100%こう伝えたいと思ったことを全く同じように受け取ってもらう書き方をするっていうのもまあいいんですけど、なんか自分はこう書いたことがなんか人によって全然伝わり方違ってたみたいなのも、それはそれで面白いんちゃうかなって思ったんですよね。創造性じゃないですけど。読み手によって思いが違うとか伝わってる内容が違うみたいなのもまあ面白いんじゃないかなって思ったんですよね。で、その方がなんかこう創作物としてはまあ面白いんちゃうかなみたいな。まあだからそれが結構このポッドキャストもそうですけど、なんか難しいですけど、なんか
そんなようなことを思ったんですよね。どうですか、孫さんは。ノートとか書かれてますけど。なんか、まず思ったのがエネルギーやとキネーシスだなって思いましたね。よく出てくる。エネルゲイヤとキネシス。エネルギーやっていうのは、その目的地に着くまでの過程を楽しむっていうか。キネシスがそうですか？エネルギーやがそうですね。はははで、キネーシスは、目的地に最速最短で着けば OK っていう感じです。目的地に最速最短。なので、その過程はそんな重要視しないで、短ければ短いほどいいみたいな感じですね。で、エネルギーが家庭も楽しむ。多分、スケさんがいいなって思ってるのは、特にその最短ルートじゃなくても、こう道を歩むのがそれ自体がいいみたいな感じだと思うんで。それもそうなんですけど、僕自身がっていうのもそうだけど、その受け取った人が、要するに目的地にもたどり着けない可能性があるものの方が実は面白いんじゃないかっていうことなんですけど、要するに僕が伝えようとしたことが目的だとした時に、それをこうちゃんと分かりやすく100%伝わる形で書けば、まあ読む人も一定その目的に到達できると思うんですよね。でもそれってなんか面白くない気もしてて、なんかこう回りくどい書き方とかよくわからん書き方をした結果、全然違う受け取り方をして、それで思ってなんか感動しましたみたいなことが思ってたのと全然違う風に受け取ってるんだけども、なんかその人によって受け取り方がもう千差万別で、それでこの一つ一つ、要は一人一人がある意味別の物語を作り上げているというか、その僕が作ったものから受け取って自分なりの解釈を加えてみたいなことをやるっていうのが、まあ、面白いんちゃうかなっていうふうに思ったみたいな感じですね。なんか映画みたいですね。映画の作り手みたい。そうかも。なんか、いや、このなんか最近読んで、その読んだことのない本を堂々と語る方法っていう本にも結構同じようなことが書かれてたんですよ。まあ、それの影響もあるんですけど、結局同じ本を読んでても、それぞれの自分の置かれてた境遇だったりとか、バックグラウンドの知識だったりとかで全然違うように受け取るから、まあ実はもう読んだ瞬間からもう別の人と同じ本について語ったところで、それぞれの人の中にある本について語ってるから、そこっていうのは結局そこまで混じり合うことっていうのはないんだよみたいな、そういう話が書かれてて、まあそれが結構近いなって思いましたね。で、それをより引き起こすような文章っていうのも結構面白いんじゃないかなって思ったんですね。意図は伝わらないかもしれないけど、まあそれはそれで読んで、なんか自分なりの解釈なりなんかを生み出していくような作品っていうのも、まあ、面白いかもなって思いましたね。スケさん、そういう映画とか好きですか？何ですか？なんか、ジョーカーとかまさにそうだったと思うんですけど。ジョーカー僕見てないですね、実は。あ、見てないか。なんだろうな。インセプションとか。インセプションね。結末をどう取るかで、また印象が変わってくると思うんですあけれど。でもなんか最近ネタバレじゃないですけど出てましたよね。あ、そうなんですか。なんか一応そのノーラン監督が答えみたいなことをつぶやいてたっていうのがありましたね。気になるな。最後の人誰でしたっけ、ベネチアに行く、バットマン、ダークナイトライジングで、ベネチアに行く人いましたよバットね。マバットマンでもいた、同じ人出てましたね、確か。インセプン。ション。クリスチャン・ベールですか。じゃなくて、おじいちゃん。ああ、アルフレッド役の人ですか。誰だっけ？
あれ、あの人出てませんでしたっけ？出てましたね、確かインセプションにも。ちょっと忘れちゃいました。マイルス教授、これですね、あのラストの意味、マイルス教授が鍵だったってやつ。ほう、またこれ気になる人は見てください。はい、これのマイケル・ケインだ。マイケル・ケインでしたよね、確か。違ったっけ？確かそんな気がしますね。そうっすよね、この人っすよね。そうそうそう、この人に言ったっていう話があったんで、まあ気になる人は見てみてください、はい、インセプションマイケル・ケインとかで調べたら多分出てくると思います。あ、出てきたそう、いや解釈分かれんの僕ちょっと気持ち悪いけどな言ってること逆っすけど、そういうことじゃないんですか解釈を読み手に委ねる。いやそうなんですけど、やっぱ僕は解釈分かりたい。ほう、うん、気持ち悪くなっちゃうからやっぱり。はい、あなたが考えてくださいみたいなのはちょっと違うかなって思いますけどね。うんなるほど。いやそういうなんていうのかな、いやなんかなんていうの、答えがありそうなことじゃないですか、言ってみれば。はい、答えあるはずなんですよ、それは書いてる人にとっては答えがあることのはずなんですよ。はい、それは教えてほしいと思いますなるほどな、答えがないものか。いやもなんか答えないっていうのかな、なんていうのかな、いや結構これ難しいですね。はい、いや例えばですよ、はい、なんかミステリーというか殺人事件的な、まあ、要はなんつかあれなんて言うんでしたっけ、ルパンじゃなくてなんだっけ、コナンじゃない、コナンもそうなんですけど、あれイギリスの探偵の小説なんでしたっけ、あれ僕も出てこない、ワトソン君のやつなんだっけワトソン、ホームズ、あ、ホームズじゃあ、はい、ホームズみたいな作品があった時に、はい、犯人分かんなかったら絶対嫌じゃないですか。ですね、コナンとかでも事件起きてトリックが全部説明されてんだけど、はい、誰かは分からんみたいなって嫌ですよね、さすがに。でも解釈の余地ってそういうことではないんですか。いやちょっと違うんですよね、なんかスケさんが、うん、ノートバーって書いて、うん、スケさんの解釈に対してスケさん研究家が100人出てきて100人違う説を唱えたら、うん、でもスケさんの真意は一つしかないと思うんですけど、あ、それはどうですか。それ全然 OK ですよ。あれ難しいな。いやなんだろうな、難しいな。はい、なんかやっぱ数学みたいなもんに関しては、はい、 1+1 は人によって5にもなるし4にもなるし3にもなるしっていうのはちょっと気持ち悪いなって思うわけですよ、はい、でもスケさんの意図も一つではないんですか。まあ意図は一つですよ。じゃあそこに解釈の余地があるのは、あ、確かに難しいですね。はい、うん、確かにな、何が違うんだろうな、確かに言われてみると、うん、はい、あ、やっぱでもそうか、そう、さっき言ってたのがそうかもしれないですね。と言いますと、最短最速じゃない、最短最速じゃないこともありだなってことなのかもしれないですね、解釈の余地っていうよりかは、うん、はい、いろんな楽しみ方ができるっていう意味ではそうだと思うんですよね。はい、で要はサブストーリーみたいなもんですよ。ほう、だから RPG で魔王を倒すのに、魔王の倒しに行く過程だけしかない RPG より、
やっぱりサブストーリーとかまた面白いよなっていうことなんかもしれない。その寄り道してんのが楽しいよねみたいな。とかもある。だそういうのも含めて世界観なわけですから。はい。でもその YouTube の動画とか、まあ、YouTube はどうかな分かんないですけど、なんかこうブログとかってやっぱりこうタイトルがあったらそのタイトルにも直接向かう記事がやっぱり良しとされてるわけですよね。はい。うん。その内容をそのズバリ書いてる内容を良しとしてる。まあもちろんそれを求めるっていう人が多いからっていうのもあるんでしょうけど、はい。そこになんかこうちょっとサブストーリーがあってもそれはそれで面白いなって思うっていう。なんか、うん、全然関係ない幼少期の話とか、なんかいきなり出てきたなみたいなのも、はい、まあ創作物としては結構面白いなっていう。で、うん、そういうのって何なんやろうって思うんですよね。なんかブログで、うん、ブログでこうタイトルとその本文っていう直結したものじゃないものを含める。まあそれ小説っていうんですか。まあ小説もそうかもしれないですね。小説なんですかね、それは。小説もそんな一直線に書いてないと思うんで、うん、随想、そんな描写があったりとか、はい、随想っていうんですか、そういうのは。随想カテゴリーとしてどういうもんなんだろうと思って。どういうもんですか。なんだろう、小説は、うん、あの想像上の創作物だと思います。うん、いやなんかこう自伝みたいなもんですよね、言ってみれば。自伝、うん、自伝か。自伝、うん。自伝は自分の話。自分の話。はい。うん。随想、随筆。随筆か。随想もありますね。うん。エッセイ。エッセイか。エッセイか。なるほどな。はい。いや、まあ、わかりやすいっていうのがいいってこともないよなって思ったってことですね。うん。なるほど。うん。何かその目標があって、目的があって、それに一直線じゃないものもいいよねみたいな。そうそうそう、はい、なるほど。まあそれが余白なんかなって思ったりもするんですけどね。うんうん、でも3体もそうじゃなかったですか。何ですか。なんかアリの話しましたけど、アリでしたっけ。そうそうそう、それあ、そうそう、創作ってもいいよみたいな。そうなんですよ。だから僕はだからちょっと前までそう思ったんですけど、なんかちょっとやっぱ新しく改めて自分でこう何か文章を作ってみると、はい、あ、そういうのもありやなって思ったっていう。うん、だからやっぱりこう文章を書くのって面白いなって思ったんですよね。なあ、そうですね、はい、自由自在なんですよ結局やれることが。うん、はい、その目的に沿って一直線でこう進むのも自由だし、急によくわからん宇宙人攻めてきたみたいなのがなんかライフハックのブログに出てきてもなんかえってなって面白いじゃないですか。そうですね。だそういうのってめちゃくちゃ自由なわけですよね。はい。急にパワーポイントのエクセルのなんかこうなんだろう、エクセル術10選みたいな記事のなんか途中に急になんかこう宇宙人の話出てきたらなんかびっくりしますよね。そうっすね。でもそれ自由っすよね、はい、やれますよね、なんか、はい、書き手が自由にやれるから、はい、なんかすごいこう自由だなと思って、でもそういうの面白いなって思ったんですよね、なんか、はい、うん、そういうことちょっとやっていきたいなって思いましたね。スケさん、小説家デビューですか。小説じゃないんですけどね、小説ってほどでもないんですけど、はい、なんかこう、うん、自由にやれるの面白いなと思って、うん、なんかちょっと突飛なこうものをこう書いていきたいなって思いました、ね、最近ちょっと。なるほど。うん。スケさんのノートに今後来たいですね。いや、そうですね。僕のノートほんま突飛なノートにしようと思ってますけどね。今日のご飯書いてたらいきなり宇宙人が攻めてきたやつです。日記みたいなもんですけどね、言ってみればね。はい。うん。そうそうそう。なんか卵かけご飯の美味しい作り方みたいなの返せたと思ったら宇宙人攻めてきたみたいな。すごいなそれ、うん、そういうの、そういうなんていうのかな、そういうよくわからん文章ってちょっと読んでみたいなって思いますけどね。うん、
なんか、うん。あったら。確かに出会ったことないかもしれ出ない会ですったこね。とないですよね、あんまりね。文学における現代芸術みたいな。そうそうそう。そういうものなのかな。なんか、面あんまやんないですよね、普通は。でも、白そういう面い。白さってあるなーって思ったんですよね、なんか。はい。確かに。うん。ありますね。で、それはもう書き手に委ねられてますから、はい。ちょっとそういう面白さをちょっとやってみたいなっていう、思いましたね。助先生の今後の 作品に期待でちょっとノート書いていくんでね。僕気づいたらね、そのノートも5000、ん？ 5000 字とかなってて、結構な分量になりましたから、ノート。ぐだ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 書いてたら。まあ、ちょっとそれもまた読んでみてほしいんですけど。で、まあ1.5倍速とかもね、言ってますけどね。そうっす人によっね。てはね。確かに。僕も映画とかドラマは絶対倍速にしなくて、そりゃなんか作り手の間のこだわりがあるからしないんですけど、まあそれと似たようなもんかなと思いましたね。確かにね。まあ、クラシック音楽2倍で聴かないですよね。ですね。だからやっぱエンタメ、何なんでしょう。YouTube 僕2倍で聴きますけどね。どんなもんですか？割と何でも。何でも、音楽も。あ、音楽はちょっと違うけど。音楽は違いますね。内容を見たい時とか。やっぱりその YouTube 見るっていう時に、ちょっと音楽は別なんですけど、やっぱ内容を見るってなった時、さっきとの話と全く逆なんですけど、その内容をいち早くやっぱ知りたいんですよね、僕も。だから、2倍速、あるいは3倍速で聞いて、早く消化したいって思うんですよ。だからやっぱ2倍速聞いちゃってますけどね。だからやっぱ目的が違うんやろうな。そうっすね。なんか別、僕も格闘技の動画見るときは、いいシーンまで飛ばしますね。多分それと似たようなことかなと思いました。情報収集っていうのと、やっぱコンテンツそれ自体を楽しむっていうのの違いは絶対ありますよね。音楽とかは2倍にした瞬間失われるはずですよね。でもアニメとかって2倍で見る人いるんですよね、全然。いますね。それはだからどうなんでしょうね。やっぱ文字情報というか、そのストーリーを得る情報として受け取って楽しむっていう類の楽しみ方をしてて、映像とか音楽とかはまあ二の次と思ってるんですかね。まあその一通りストーリーを把握するのが目的みたいな、まさにそうっすキーよネね。シス的な考えでアニメに接してればそうなるかもしれないですね。なんかこの話前した気するんですけどね、2倍速の話。したかいも。や、コンテンツを2倍速で楽しめんのかみたいな話。なんか前どっか、なんかの話で、あ、これか。映画と人生、16話で、そういう話してますね。この時の結論全く覚えてないですけど。なんて言ってたっけ？なんか多分この時に言ってたと思いますよ。倍速の話。僕も忘れちゃいましたね、結論。暖炉の動画を見てるみたいな話をして、その時に倍速で見る話をしてたんじゃないかな。この時じゃないかな。いや、でもなんかどっかで言ったはずです。どっかの回でね、倍速の話は。まあ、僕らのポッドキャストはまあ何でもいいっすよね、正直ね。そうですね。でも。でも倍速で見てもあんまり見ないかもしれないですね。そんなに内容ないしな、別に。その目的を達せられるんかって言ったら、どうですかね？目的達せれますかね？僕らのポッドキャスト見て。そうですね。目的はないかもしれないですけど、まあ、別に内容聞くだけなら早くしていただいてもいいですし、そうっすね。聞く期間が、
良いってことであれば、そのまんまでもいいと思いますし。楽しみ方次第かもしれないですね。確かに。スケさんはもう編集の時3倍ですもんね。そうそうそう。僕3倍で聞いてるし、はい、あの、間がいいっていう風に言ってくださってるんですけど、はい、適当ですからね、かなり。そうなんだ。まあ、あの、まあはそんなにこう、めっちゃ意識してやってるわけじゃなくて、はい、あの、切り張りしてるわけなんですよね。あの、ちょっと間空いてんなとか、ちょっと相づち多いなとかっていうのを、あの、ちょっと撮ってるだけなんですよね、はっきり言って。はい。だから、間を変えてはないんですけど、だから、喋り方とかかもしれないですね。うん。一連の喋ってるところではあんまり切らないから、はい。まあ、喋る速度とかがちょうどいいのかもしれないですね、ひょっとしたら。それか、スケさんのなんとなくの編集がすごいいいところに収まってるかもしれない。ものすごいセンスあるってことですか、僕が。かもしれないですね。ああ、なるほどな。その発想はなかったですけど、はい、プロじゃないけど問題なく聞いてられるってのはすごいですね。ありがたいですね。ありがたいですね。僕らプロなんかもしれない。え、たまにこういう意見いただきますよね。ああ、ありましたっけ。喋りがうまいみたいな。本当ですか。ありましたっけ。はい、あったかな、そういう意見。あとなんか台本作ってんのかなみたいな。ああ、それは聞きましたね。そんなこと一切ないんですけど。台本はないっすね、全く。台本あった方がいいんかなって思うんですけど、それこそそれがだから目的になっちゃいますから、はい、そう、それ話すぞって、でそれをどう話そうかとか、分かりやすく伝えようとか、そういう方向性になっちゃいますから、はい、うん、それもいいんですけどね。なんか僕はどっちかっていうとそのライブ感じゃないですけど、あの、やっぱ対話なんですよね、これは。やっぱり僕とマゴトさんのバトルなんで、うん、はい、あの、ソクラテスなんですよね、やっぱりマゴトさんが、はい、で僕が名もなきギリシャ人なんですよね。ギリシャ人、うん、はい、古代ギリシャ、はい、うん、でこうやっぱソクラテスに疑問をぶつけてこうやっぱり戦っていく、はい、サンバ術ちょっと披露してもらおうっていうのが、はい、やっぱこのポッドキャストの、あの、醍醐味というかね、あの、はい、僕の醍醐味なんで、はい、やっぱそれをやっていきたいなっていうのはありますね。こうライブ感を大事にしていくみたいな、うん、はい、あの、やっぱ対話で戦っていきたいと思ってます、うん、はい、ありがとうございます。あの、はい、すごい聞いていただいてありがたいなと思ってます、はい、ぜひ引き続き聞いてもらえればと思います、